はいどうも、ルーでございます。セブンナイツやっていきたいと思います。はい、現在140勝152敗で2連勝中です。なんとかマスワンに、戻ってくることができました。で、ただ、土曜日終わりでマスワンにたどり着いたぐらいだとアベンジャーには絶対いけないんで、まあ課題としては、かなり大きいよね。でもう多分みんな王家のとか栄光のをつけてる人いますよね、もうね。美しさ絶対の力。でちょっと来週ちょっとしっかり準備して、まだつけてないか、王家ちょっと集めて、まあリハク、さすがに無事ではいられない。アトリーはどうだろう、絶対の力。俺も見なきゃダメか。リハークにはつけたいなと思ってますね。バートリーは聖女、あれちょっと待って、魔法武器と、勘違いしてるかな俺。セット装備、あれセット上だ、オーケー。ああでも赤宝石つけないといけないのか。栄光のセットなんてこう防具と青宝石しかないな。なるほど、ちょっと待って、となるとバートリーは装備できない。ああちょっと難しいな、いろいろ環境考え直さないと無理だから、まあ、作るだけ作っておこうかな。うん。で、あとね、ペットがね、昨日、配合してたら、テゴンが出てくれました。で、あと1体作れば、テゴンは星6になるんで、頑張りたいと思います。はい。じゃあ早速、アリーナ行きたいと思います。よいしょ。まあ、昨日とパーティーは何も変わってません。変えようがない。今更だから来週どうするかなっていうのを今日のこの午前見て決めようかなと思っております。まあまずテゴンは 100% 作りたいなと思っております。はい、というわけでスタート、いけー。 W さん解説いたします。ここからはねもう鬼しかいないですからね。修羅の道どこにいるんだ。先手は取れたけど、スキルは取られました。もう夜みんな狩りの時間よ。時の海は、いやー沈みなさい。最初のスキルの報酬の違いが出ました。天空を貫くや、ここでフルムーンドミネーターとかみんな狩りの時間よ。ある程度進めるまでに1回アターンでどうしても来ちゃうんで、バットを閉める。 OK、 これで完全に免疫上がってきた。どこ見てるんだ。あの山を倒し、銀河を逆転させる巨大な。前も話したことですけど、リハクには僕も直接にやけども対策できないので、超攻撃食らってもダメージ受けて攻撃するだけなので、なのでいいかなと思って。で他のキャラに関してはもうちょっと練っていかないとな。最近意外とリハクが使う、リノじゃない、アリノが使えるんじゃないかって気持ちになってきて、って言ったばっかりで死んじゃった。知識の章で免疫削れるのと、あと神経のなんだっけ、なんとこういうやつでクールタイム延長できるんで、相手がバネスが早ければワンチャンありかな。
あの山を倒し、銀河を。まあ、いるんだけど、大体。ただ、俺自身は、バネス外して、帰るにしようかなと思ってる。来週はそれも試してみます。このもとに、眠りなさい。最近月曜日駆け上ってるんで、明日もやる。ほら、ご飯の時間よ。集まりなさい。ちょっと待てよ。やもう夜に。これ負けましたな。みんな、狩りの時間よ。砂漠の苛烈な熱風よ。いっけー。いや、ここはバフで打とうぜ。知識と情報、まだワンチャンあるか。知ることこそ力だ。行け。この元に眠りなさい。ただクールタイムきついか。あれ2体攻撃できるから大丈夫か。追加攻撃入るのでかいっすよね。やったー、勝ったやったぜー。 W さんすいません、ありがとうございました。いや、めっちゃ嬉しいじゃないですか、やっぱりこっバスマンで勝てるのって。絶対の力。トップさん、トツップさん、大変よろしくお願いします。なんだ大変よろしくお願いします。対戦お願い、よろしくお願いします。どこの剣だ、どこの剣だ。氷水剣、あ、いいね。氷水剣した後はアリも倒しやすいけど。ちなみに俺あれなんですよね、リハクが宝石ガチガチに特殊宝石つけてるもんで、2人4じゃないですか。あ、お相手さんもだ。狩りの時間よ。あの山を倒し、銀河を。これで免疫をつける。素晴らしい。どこ見てんだ。砂漠に吹く、ね、当たらんって一発で飛ばせるのが結構重要だよね。みんな起きなさい。ほら、ご飯の時間よ。当たらんってやマジで怖い。待っていたわ。ご飯前に。壁に耳ある障子に見える。これで魔法源。それで死ぬ。死ぬ保証はない。壁に耳ある障子に見える。誰？それで死ぬ。死ぬ保証はない。黄河の虹よ、天より降り注げ。どうせ。撃ため。どこ見てんだ？いいね、流れが。ちょっと俺に風が、いい風吹いてる。ほら、ご飯の機械よ。支配長、支配長。これバートリーには効かない。あ、でも楽。止めどなく流れる時。これさっさとバートリーに。抜刀し水を切るんだ。水は月下独宅だから、免疫を切ればいい。あれ砂のように。あ、あれがついてたか。終わりのない時の海よ。語彙が少ないから、あれってよく言ってますよね。あれ、ダメージの、ダメージを防ぐロック。バリア。あなたの意図を制御しよう。理解してあげる。まあ、もうアニマしょうがないか。バフゲーム使いたい。あなたの意図を制御しよう。まあね、まず、手の追撃免疫つけてる人多いよね。狩りの時間よ。わぁ、こっちもだ。巻き戻る。みんな落ちなさい。まだ落ちないで。ほら、ご飯の時間よ。よし。この元に眠りなさい。砂漠の苛烈な熱風よ。あら、そう？あら、そっち行っちゃう？おいら、リハ死んじゃう可能性が。
熱風よ。砂のように、もう当たらんで、終わりのない時の海よ。これはきついな。砂のように終わりのない時の海よ。バネッサしか固定ダメージ持ってねえからな。でも途中バネッサさ受け取ってるじゃん。止められるもんなら止められるよ。このもとに眠りなさい。あ、来たかった。もうザンダミバネッサが一番ダメなパターン。砂漠の苛烈な熱風よ。こっちが2人だけど、ターン経過はね早いからね。砂漠の苛烈な熱風よ。これでどんぐらい与えていけるか全然当たんないね。せめてもう一回ね、月光の虹は使えたらよかったんだけど、ちょっときついね。まだワンチャンあるか。無理だよね。無理だよ。まだ大丈夫、まだ大丈夫。もう一回、もう一回。追加、通常攻撃。砂のように。勝った。やったー。いつもねこのパターン負けてたんですよ。マイシンありがとうございました。絶対の力。父さん、対戦お願いします。耐久馬かな。耐久馬一番嫌いなんですよね。しかもジェイブがいるタイプのやつ。俺麻痺されるだけども麻痺も対策してないから。もう夜に。みんな。じゃあさっさとジェイブを集めて。集まりなさい。このパーティーがいよいよエースで回復できるし、情報の書を早めに打って前列一方列切り替えて、ああダメだ。まあいいや、もうそうなったらさっさと止まる。ダメージが通るうちに、調整ゲーム。みんな起きなさい。ほら、ご飯の時間よ。二段切り。戦意執行します。これ結構早いから助かるよね。オーガの虹よ、天より降り注ぐ。どうかしら。まだ回復、クールタイム回復しないでしょ。反撃の時間です。でこっちが。で、明かりを一回落として OK。 見切れるか。どこ見てんだ。吹き飛ばせ。時の海沈みなさい。聖なく今度ラッキー救済の力。結果6着。砂漠に吹く。そんな甘くないか。灼熱の暴風を。もうほんとね、リハク以外ほぼダメージ当たんない、与えられないから、ね、カエルがいれば前衛でもかなり与えられる。もう夜に。みんな狩りの時間よ。カエルなのかな。お前という存在。エコにしてカエルの存在が安定する。当たりに当たりやすいから効かないようにすることが多い。あれロッキー、ラッキーですね。これみんな起きなさい。ほら、ご飯の時間よ。懲罰の剣は今ここに。やめて、マジ怖いから。銀行の月は血に染まる。復活に抜刀し水を切るも水は再び流れ去る。
バネッサいなくなっちゃったからな。まあ、無理無理、強制剣向かって、オッケーオッケー、二段切り。そっち強制剣がよかったな、こうこっち、死にたい、死にたいだから。なんか負けるな、強えな。やっぱり明かり倒しても倒せないってどんな話ですか。どこまでだ、突き飛ばせ、集まりなさい。これが耐久パーティーの強さ。みんな起きなさい。だから2拍受けてたから何もできないもん。あっ、マジで強かった。やったー。これでさよならするけど、毒かかってるでしょ。あー、夜に来た。みんな狩りの時間よ、集まりなさい。ないじゃん。オッケー、よかった。ブラジルですよ、入るね。あなたの愛おしい街の。おお、よかった。ありがとうございます。ラッキーでした。あかりつくさんの措置、消滅メイクついてたら絶対負けてたんで、ラッキーでした。セブンナタ。なるほど。ナタラブのですね。また耐久な。どこ見てんだ。今度バートリーリーダー、エースのところがバートリーリーダー、そしてこれで全員延長と思ったら、やっぱりバートリーリーダーか。ほら、僕らの時代よ。知識と情報、知ること、これで延長行け行け、反撃の時間です。これかっこいいよね。壁に耳ある障子に目が、だがそれが死ぬという保証はない。開けろ、懲罰の剣は今ここに。正義を執行します。あの反撃の方に出てたんだけど、あの動画の耳が剣より振り付けてるついてない。突き飛ばせ、本当強いよな。抜刀し水を切る。水は再び流れ去る。どうかもうクリスみたいに何型を必ず倒すっていうスキルって出てきそうだよね。ただとしても支援型だと思うけど、さすがに当たり強すぎるね。集まりなさい。トーガの虹よ、天より降り注ぐ。どこ見てんだ。結構人分たるな、バートリー。終わらせるよ。もうちょっと誰か倒さないと俺なんかなんてだ。みんな狩りの時間よ、みんな起きなさい。ほら、狩りの時間よ。だめだ、そうじゃなかったな。ほら、ご飯の時間よ。まあいいか、免疫削ってヒールが外しながらね。ようこそ、待っていたわ。これで誰かを言葉があなたが回復できる。あなたの愛おしい歴史よ。ラジモチーズ今ここに。あー、さすがに負けたな。ねえ、何回目だろうね。まあでも無理でしょ、絶対。これで、ね、まずは行くか。耐久パ前にしてはアタランテがそんなに役に立たないからね。
クリちゃんダメージを積んでいるバートリーでもこれだからね。道を示したまえ。もう夜に。みんな狩りの時間だ。一応あれつけてるんですよね。スキル攻撃時 100% ヒットポイントの 15% 追加攻撃っていうやつ。だから攻撃回数1回は増えてるんですよね。あれあんなもんだから。でもそれのおかげであのカテリオンに前衛でも活躍できるようになったのは間違いないですよね。いや本当にそれで続けよかった。終わらせるよ。まあ2バル見えてくるね。ほら、ご飯の時間よ。でも全然明るいにはダメだな。みんなさよなら、俺の2泊。ほら、ご飯の時間よ。集まりなさい。結構粘ったね。待っていたわ。これはまあ効かない。あなたに運動しよ。集まりなさい。もう夜に。みんな。まあ最悪の攻撃力を上げるのは王権に変えるっていうのもありかもしれないですね。それか緑で消滅ね作って集まりなさい。みんなゼロほら4分の時間よ。大変ありがとうございました。乾杯でございます。ティアラかな、ティアラ総長さん、大変じゃね、対戦よろしくお願いします。また噛んだわ。そして耐久パ、耐久パ、うーん作れないんだよね俺、装備とかなくて。キャラはいるんですけど、キャラいるだけじゃないでしょ耐久パって。専用装備マックスとかにしなきゃいけないし。今がチャンス。反撃の時間です。エイスか読者か。はい。誰も歓迎しないでしょ、さすがに。で、歓迎が実際にミスのゴール、火力とかに負けちゃうもん。今ここに。終わらせるよ。知識と情報、知ることこそが力だ。行け。アタランテ気絶してもいいっていう時っていうのは、大体アタランテが無駄なアタランテ、アタランテを気絶させるパーツ、耐久パーツが多いから、バフゲンがそんなに役に立たないかな、このやつ。免疫も耐久ミレクとかってやつほぼいないんで。狩りの時間よ。同じ理由でありもない。バレッサはエカとワンチャンね、リハクが覚醒打った後にたまれば、リハクはもう一回覚醒打てる可能性があって、それはかなり美味しいじゃないですか。免疫も晴れるし、ダメージも警戒もする。あとは、まあ、バートリーとリハクのスキル周りがよく、反撃の時間です。それが本当に正解かは分かんない。今のところこれがね、つらい。耳のこと、まだ攻撃力足らんってことですよ。一筋の光を。もう夜みんな狩りの時間よ。終わらせるよ。やったよ。これで、戻ってくる。みんな起きなさい。ほらご飯の時間よ。集まりなさい。いやー耐久パッドの戦いはほんと厳しいわ。全て焼き尽くせ。これでいいんだね。ハッハッハッ。
できる。よし。崇高なる光よ、道を示したまえ。まあそうか。マセスタもいろいろこう焦ってると忘れちゃうよね今の状況。砂のように終わりのない時の海よ。おっ、残った。反撃の時間です。これボリュームが上がるかもしれない。固定ダメージを押し切る。押し切れなーい。これがあのワンチャンってやつ。ワンチャン狙ってるやつ。さすがに防御力あれだけ上がってると無理か。あのモヤモヤってやつはあれか、ルビーのあれがかかってるわけには。どこでんだ。で復活させられて、あ、まだ回復か。一筋の光を。フルムーンドミネーター使うな。ディナータイムだ。あー、もう夜みんな狩りの時間よ。鳴り響け雷鳴よ。で月下毒気を消すぜ。お時間切れ。マジか。見てなかった時間。まあでも3勝2敗。昨日は2勝3敗だったけど、それよりランク上がって3勝2敗っていうのは自分的には収穫ですね。まあ皆さんがね、あのどう思ったかっていうのはわからないですけど、耐久パ、とにかくなんていうのかな、キャラが揃えやすいのが耐久パなんで、ちょっと見させてもらいます。まあ例えば、さすがに無事ではいられまい。まあここバートリー、ん、違うか、バートリーいなかったか。さすがに無事ではいられまい。まあアーキードだったら風が吹いてきた。聖女4、固定ダメージ減らす。だからこれは理白対策ですよね。で専用装備で全ての敵の魔法力減少、これバートリー対策ですね。で、あー、魔法力減少がついてる。これもうちょっと確率高いでいいけど、これ 30% でもやっぱりかかると全然違うんでね。これもでかいっすね。何が正しいのか判断を。戦争の風が吹いてきた。あ、ブロック時、あ、じゃあこれブロックなの。あー、そうか、確定ブロックだ。だからあんなに当たんねえんだ。くっそー、さすがだな。で、あとは通り過ぎてる、俺通り過ぎちゃった。ジェイブ、ひーちゃんの意志は僕が守り続ける。ヒットポイントとブロックアップ、スキル攻撃時 45% の確率で600の固定ダメージで、ブロックか。強いね、さすがにそれは。配置変更の名義だけど、順列変わるやつはできないんだね。アイリーン。アイリーンはヒットポイントで、光か。あ、でも弱点じゃない。クリティカルだ。ちょっと待って。ひーちゃんの意志は、僕が守り続ける。そっか、もう敏将なんか気にする必要ないから。戦争の風が吹いてきた。なるほど。あれ通り過ぎだ。え、どこ。これ迷子になりません。ちょ、俺ソート欲しいよね。セブンナイツとかいた。私の選択が世界を救えますように。これは多分弱点攻撃率に関してはいらないけど、一目の 20% が欲しいってとこだったんでしょうね。わあ、60% の確率で攻撃力減少。これきついな。で、状態異常免疫。で、ブロック。なるほどね。確定ブロックじゃないにしろ、こう、6。
で、あかりちゃん。魂の導きに。あかりちゃんもブロックだ。感謝いたします。で、ブロック率上げて、ほぼ 100% ブロックにしてるってことか。回復スキルの回復量 30% 上昇。こんなのあんだ。あれ？あ、ついだ。そうだ、さっきの。みたいですね。だからボス戦を結構頑張ってれば、ボス戦宝石そんなに使ってないですよね、ぶっちゃけ。私の選択が世界を救えますように。めっちゃ使ってるわめっちゃ使ってるわ。不滅の意志、ひーちゃんの意志は僕が守り続ける。めっちゃ使ってましたね。すいません、嘘つきました。やっぱ準備が大事なんだな。戦争の風が吹いてきた。はい、というわけでね、耐久パって強えなーっていうところと、まあ、強い耐久パの人はやっぱりボス戦宝石をすごく重要視して使ってるなーっていうところと、あとやっぱりブロック、ウーディによるブロックアップで、ブロックを装備する頻度を上げているっていうところで、まあ、それで防いでるところなんですね。いや、勉強になりました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ルーでございました。またねー。バイバーイ。